は晴れてるって話だったのに。どうします？戻りますか？不用意に動くのは危険だ。少し様子を見よう。霧が出ると迷うのよね。ガリオス、何か感じる？不思議な気を感じる。だが、邪気ではない。まずいな。本格的に霧が出てきた。みんな、はぐれないよう注意して。主。ちょっと待て。一瞬で消えるなんておかしいだろ。いや、主はすぐ近くにいるぞ。どうしたんだ？おかしい。主の気配がしたり消えたりしている。一体何が起こっておるのだ？ジーク。何が起こっているんでしょう？ともかく落ち着こう。急に消えるなんておかしい。どこか、まだ近くにいるはずだ。ユージャン。みんな！ジーク、みんなは？何が起こるかわからない。ミメル、離れるな。ジーク、ニャーニャー来るよ。モンスターか？どっちも違う。ようこそ東悪の森へ。隣にいた人がいきなり消えたり、僕がいきなり現れたり驚いたでしょ。まあ今更焦ってもどうにもならないよ。霧が晴れるまでの辛抱だね。東悪の森と。ああ、やっぱり地元の人じゃないんだ。メーとインバラ・イレン、別名東悪の森。霧が出たら動いちゃいけない森。ここでは霧が出ている間だけこういう面白い現象が起こるんだよ。知らなかった？そういうことだったのか。地元の人間には笑って済む現象だけど、初めてのあんたたちには災難だったね。これ以上はぐれたくなかったら、とにかく動かないことだよ。お仲間だって霧が晴れればすぐに見つかる。で、その物騒なものはいつ収めてくれるのかな？
ああ、すまない。君は？お先にどうぞ。それもそうだな。俺はジーク・ハイド。ジー君だ。その呼び方はやめてほしい。こっちはミーメリアといい。ミーメル。ああ、わかったわかった。ミーメルと呼んでいる。ふん、面白い名前だね。なんか複雑そうだね、君たち。まあいいや、みーちゃんだ。そうそう、僕の名前だったね。我が名はテトラ。慈愛の老女、英知の緑の子にして王老の学徒。別に覚えなくてもいいけど、よろしく。にゃーにゃー、テトラ。にゃーにゃー。いいよ、それで。君は、この町の人？いや、僕も君たちと同じ旅人だよ。大地の悲鳴を聞きつけて、浄化のために東へ西へ右左。旅また旅、旅から旅への根なし草。ここに来たのもたまたま、なんてね。大地を浄化。聖職者なのか。かなり違うね。自然本来の力を活性化させて大地を元気にしているんだよ。まあウィッチドクターに近い感じかな。ちなみに生物への治癒魔法とかは管轄外でできないから。浄化するとどうなるの？いいことずくめだよ。生き物は大地とは切っても切れぬもの。生き物は大地によって生かされてるんだ。世界が病めば大地も病む。大地が病めば生物も病む。大地が病めばいずれ人も病む。小さな僕たちができることなんてたかが知れてる。けど歯止めをかけることはできる。で、ここまで全部ジジ様の受け売り。まあ、僕の経験からすると、大地が元気になると、ご飯が美味しくなるよ。本当の本当の本当の話。この森を浄化しに来たのか？なんで？この森から邪気は感じられないよ。それよりさ、君たちこそ、これからどこに行こうとしてたの？ルーエトラークへ。中だったんだが。で、そこまで詳しいやついるの？いるわけなさそうだよね。ねえ、僕が案内してあげようか。君が？そ、僕が。さっきも言ったけど、僕はずっと旅をしててね、結構役に立つと思うよ。よーく考えてみてよ。このまま進んだら命取りだと思わない？見返りは？そうだなーって考えるまでもないけど、代わりに僕を守ってもらおうかな。最近やたら物騒だしね。護衛みたいな感じで。そんなことでいいのか？ジーク、ミーメル。無事だったのか。はい、急に一人になってびっくりしましたけど。お、そちらの猫耳お嬢さんは？あ、ニャーニャです。は？
ああ、いや、テトラだ。ヤンニャンさんだ。彼女は地理に詳しい。彼女の護衛をする代わり、ここから先の道案内を頼んだんだ。護衛？エルフ？いや、ハイエルフか。本当にごったになご一行様だな。はじめまして。僕はテトラ。死の命により大地を浄化する旅をしています。気ままな一人旅を続けていたのですが、近頃何かと物騒になり、子供の一人旅もいかがなものかと思い悩んでいたところ、そちらの方々にお会いしました。あなた方の力を見込んで、一つよろしくお願いします。うんうん、君みたいにプリティーな子猫ちゃんならお兄さんいくらでも守ってあげちゃおう。いや、頼りにしてるねお兄さん。あ、僕お腹減っちゃった。ねえ、何か食べに行こうよ。よし、お兄さんに任せなさい。いっぱい食べて大きくおなりなさいね。ほんと？やっはー！お兄さん優しい！よし、いっぱい食べちゃうぞ！ユージャン！ご飯行くの？ユージャンめ、見境のない。いやいや、痛い目に遭うのは彼の方です。術師の食欲をあまり舐めない方がいい。では遊び歩く金もなくなるだろうな。良いことだ。いい経験かも。そうだ、私たちもユージェンにおごってもらわない？それは明暗。では行こうか。はい、今のところは順調です。はい、わかりました。引き続きお任せください。